かしましたか？何か問題でも？いや、何もない。それで俺を呼び出した依頼とは？引き渡しにご同行いただきたいのです。その男、ご覧のように一言も口を聞きません。警察署まで連行したいのですが。妥当な判断だ。何か行動を起こされる前に移送するのが妥当だろう。こいつを部屋から出すがいいか？もちろん構いません。ただ書類は踏まないようにお願いしますね。無理だろう、それは。頼もう。いや、今日はバカみたいに風が強いね。この様子じゃ2丁目のオケは大儲けだよ。あ、それはいいけど、この会社の立地ほんとどうにかならないかな。海は近くて塩臭いし、坂道はめんどくさいし、道は覚えにくいし、ほんとここの社長どうかしてるよね。これだから横浜なんて住むところじゃないよ。あ、でも途中で会ったカモメは気持ち悪くてよかったね。思わず弁当の握り飯を一つあげちゃったよ。あんまりに気持ち悪かったから。はじゃなくてカモメだよ。カモメ知らない？あの羽のある怪物。カモメって前世でよっぽどひどいことしたんだろうね。だってあいつの目よーく見たら結構狂気を宿してるもんね。あ、ところで話は変わるんだけど、握り飯一個もお腹減ったんだけど何かない？何者だ？年齢は14、15ほどだろうか。田舎じみた防寒街灯に学生帽。なんとなく厄介事の予感がする。大変そうだね。まあ僕には関係ないや。とにかく例の紙くれない？何なんですか？ここは社長室、関係者以外の立ち入りは禁止です。うん、でも僕関係者だから今日。事務員見習いの面接だって聞いてきたから。面接？事務員見習い？見たらわかるでしょ。いや、会社と社長に取り付いていた座敷わらじが社長が死んだからと取り立て要求に来たのかと。こんなに散らかしちゃって、本当大人って不可解だよ。世の中は不可解に満ちてる。いくら部屋を調べられたくないからって意味不明なことを言わないでください。君がここに来た理由は分かりました。しかし我が社は今そんな場合ではありません。社長が殺し屋の教師によって撃たれたのです。だからそれは知ってるったら。見たら分かることどうしていちいち言うかな。僕が来たのは面接の活動認定証をもらうためだよ。活動認定証？政府の就労活動支援を受けているのだろう。就労面接を確かに行ったという書面を社長から発行してもらわなければならないのだ。ねえねえ記者さん、この無意味な書類ペッペとどけちゃっていい？ダメです。この辺の書類はすべて規則性を持って並べられています。この並べ方そのものが犯人の狙いを看破するための重要なメソドロジーなのです。またそうやって見えついた嘘をつく。もういいよ、自分で見つけるから。どうせ一瞬だもの。一瞬？ここが社長さんが落とされた窓だよね。少年、その山の中からどうやって一枚きりの書面を見つける？なんだ、おじさん喋れたんだ。おじさん、俺はまだ32。あのね、僕が探してる書類は印式の政府証明書類で、材質が違うから他の書類より厚みがあるんだよ。確か今日は風が強かったはず。それ、お祭りだー！